6輪のタイヤでその場をくるくる回る、未だかつて見たことのない電動車椅子。障害者たちがもっと自由になれるように、そう願い立ち上がった電動車椅子クリエイター、西平哲也。これで外に出てっても全然その買い物でも届かなかったりとか、普通の車椅子でやったら誰かに乗せてもらわなきゃならない、で物を人落としても知られないとかね。障害によって求められる車椅子の機能は多種多様。しかし西平はその全てに応えるべく、一人一人に合った電動車椅子を作り上げます。家の中でうんと困りが効いて、それから外でも出られるっていう、40年間作りたかった車椅子っていうのがね、大げさじゃないぐらい楽しみですね。障害を持ち生まれた亡き弟への思い、ついに40年前から思い描いてきた夢の車椅子の制作が始まりました。こんないい車椅子に出会ったらもうちょっと豊かに生きてみたいなと思って、だからこの翼を、期待してるんですけど。障害者たちの可能性を無限に広げる電動車椅子作り、その挑戦に密着しました。